こんにちはゆきがしゅうです今日は「夜の果ての劇場」による「場所を艶舟場所を艶舟を読む」という作品についてお話しします。この芝居は作画井上寿さんそして演出は塩野谷正幸さんによるものでした。 下北沢の小劇場楽園というところで芝居があったのですが。非常に小さな、こじんまりとした空間です。本田劇場の横にある小空間で。昔渋谷にあったジャンジャンと似た雰囲気にできています。この芝居は。レンガの三十六河川という三十六の。 服を作ってひとまとめにするという。36。河川を作った場所に習って。306系で持って場所の生涯を描いていくという作品です。小沢正一さんに。宛書きされたもので。小松沢では2012年。バンド。三つ五郎さんの？ 主演によってて演じられています今回この芝居では塩野谷正幸さんから冒頭挨拶があって38年前1983年井上久しでや天才である井上久しさんが天才である小沢昭一さんのために書いたものです。そして自分は 18歳の時に東京に出てきて「50年間芝居を,をやってるが一回の役者に過ぎない」といったような挨拶がありました。朗読風になっているというプレゼンテーションですけれども誠に真に迫っていて演技が3人とも非常に良かったです。 塩野屋さんが見事に場所を演じきっていたという感じがいたしました松尾芭蕉を塩野屋正幸さんそして第36刑最後の刑では松尾芭蕉は亡くなってますので艶船の船頭の役を塩野屋さんが演じています 声が非常によくて演技力抜群だという感じがいたしましたそして黒子風に男と女がいてトガキを読んだりあるいは説明をしたり擬音を出したり笛を吹いたりとかそういったことを演じています男は丸山裕也さん そしして女は中野凛子さんでした途中中野さんは黒から赤に衣装を変えますけれどもここの転換ぶりが非常に見事で面白かったと思います。最初その狭い空間の壁に男の姿と女の姿の 枠組みやチョークみたいな白く書いてあるんですけれどもそこにひょっこりひょうたん島の歌がエンドルステープの中に入っていてそれをかけながら男と女が物をを出ししししたたりりてて並べたりして準備をしますこの例の「泣くのは嫌だ笑っちゃおう」というひょっこりひょうたん島の歌ですね。 そして芭蕉の座る席には巻紙長い巻き紙が置いてありました手紙を書いているようですが手紙を読んでいるように見えてそこにセリフが書いてありますおおそして驚くべきことに塩の屋さんは便器便座を持って登場いたしました36系ある芭蕉の生涯の中で 一人になることは非常に重要で馬上にいる時それから眠る時それからトイレにいる時ですね接近だから便座っていうのは非常に重要な役割を果たしていたわけですそしてほとんどの場合座ってる時は彼はその便座に座っています その前には机があって巻紙があるわけですけれども最後のところでは先導の役をやります3 6系ですが1が木津川の台所船これは19歳の場所が東堂何がしというものの 調理人になって働き始めるという場面ですそし,しかしその東堂は間もなく吉房ですね東堂吉房は亡くなってしまってこの人は俳句をやっていたわけですけれどその時の名前が前銀と言います蝉の銀銃ですけれども そして全銀行がなくなって全銀行を墓前と全銀行の呆然というのがあります。それから3、長接近4、便座の弁と進んで次に月の庭影防止という系があります。そしていよいよよ 江戸に出るわけですけれども7大江戸日本,日本橋そして8が総将立旗これは35歳にして徘徊を教えることができる教えるに至ったというところですそして9の字余り続いて秋の月冬の雪 花の春と続きまして無一物と無尽蔵というものそれから14の無用のようと続きますそして15度落色37歳にして髪の毛を落とし僧侶の姿となるわけですけれどもその落色 続いて、採角についての噂1一日に四千句を作っているというような話です。そして、芭蕉の四季。春の芭蕉から始まって、夏芭蕉、秋芭蕉というふうに続きます。そして、詫び水舟。二重に捨てよ それから、野に、節はびる。野に、節はびる。それから、サビ、イワシ。イワシを煮たりしています。垣根道の骨敷き。そして、川津合わせ。 古いケアの句が紹介されます。水の空。そして二十六から奥の細道となっていきます。二十七風景に口を閉ざす。松島の句ですね。松島を見て。何も句を作らなかったという話です。それから蝉の声。 静けさや岩にしみるという句ですねそれから雨の喫茶型「絶刀先天」「旅の徘徊したち」「その夜突然飛び起きる」と続いていきます。33が梅の 梅のカカ。そして尻をまくってもう一決心。三十五が住処を去る。そして三十六が艶船というふうになっています。艶船は船頭が語る部分で、この場面を見ていて、ように なんていうかゆういシリーズに続く「フィネガンズ・ウェイク」っていう作品がジョイスの作品がありますけれどもフィネガンズ・ウェイクを思い出したりしていました「二重の捨て子」っていうところは野ざらし機構に出てくる場面で場所41歳の時です。富士川のほとりに 捨て子が泣いているわけですけれどもその時の句ですが「猿を聞く人捨て子に秋の風いかに」「猿を聞く人捨て子に秋の風いかに」ということで秋の秋口に泣く猿の悲しい声 それを聞く人にこの「捨て子の声」このこれと比較してどうなんだというような句になっているわけですけれどもこの句の中で捨て子の鳴き声をここに書き加えたことによってこの捨て子は永遠の命とはの命を得たのだというような説明がありましたがその句の中でいつまでも若い。 若くあり続けるということで、シェイクスピアのソネットも非常にこの句を聞きながら思い出した場面です。しかし、野ざらしい気候の中で、これは創作に過ぎなくて、実は捨て子はいなかったんだという説もありますけれども、捨て子を助けないで、そのまま放っておきます。しかし、これは、 この芝居では二度そのまま立ち去ろうとするわけですけれども三度目に戻ってきた時徘徊の改革よりも人の命の方が大切だと言ってその捨て子を抱いて戻るわけですけれどもこれは野沢式校行の作者の話を書いていながら この芝居の作者が井上久志なのでその井上野久志独特の人情味が出ていると思いました演出で非常に面白いと思ったのは久方の後で佐渡島の場面が出ますけれどもそのあたりで 女が衣装を黒から赤に変える部分です、ね、雨の汽車型雨の汽車型の後で非常に人情の誠ことという話をしますけれども男女の役者と男の役者が消えて奥に行きそして奥から女が赤い衣装を着て 今度は赤い衣装を着て出てくるというふうに男と女の人情を示唆していたのが非常に面白いと思いました最後にこれで芝居が終わるかと思われたときに再びひょっこりひょうたん島のテープをかけひょっこりひょうたん島を三人の役者が絶唱する場面があって これも非常に面白い演出だと思いました。いやー。この芝居は実によくできていましたね。場所、艶船。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。